どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。本日は久々に半導体会になりましたね。お待たせしました。沸騰する AI 半導体、次の成長半導体は何だと。この2023年は半導体不況と言われてまして、打ち込みが激しかったわけですね。メモリーなんかの落ち方も非常に激しいわけですけども、復調してきてる半導体があるわけですね。今後、どういった半導体が伸びてるのとか、チャット GPT の登場でですね、活発に動いてるわけですけども、AI が伸びることによって、どこの半導体量 どの企業が投資をしていくのかっていうのをですねいろんなところから情報を集めまして今回紹介をさせていただきます。 いただくと。半導大会でございますが、スポンサードいただいているのが、サテライトオフィスでございますので、なんとサテライトオフィスさんですね、AI のチャット GPT を実装してたりですね、オフィス系周りのソフトウェア販売しておりますので、ぜひこちらもね、覗いていただければと思います。9月以降のスポンサードも決まっておりまして、非常にありがたい企業ということで、お礼に変えてここでお伝えさせていただきたいと思います。それでは、早速ですが、行ってみましょうと。 そうです。2023年は AI 元年と言われております。それなぜかというと、冒頭にもあった通り、チャット。 GPT の衝撃でございますねもう皆さんチャット GPT、チャット GPT、チャット GPT ってもう聞き飽きたかと思いますが改めてね、紹介をさせていただくとこんなな感じでオープン AI AI 社が開発した、AI、チャット,ボットになってるとこのチャットと言われるようにですね、チャットをしながら返答をしてくれるというものが最大の特徴になってると文章に続く高い可能性の単語を生成することによって、まあ、人間が話すような言葉になってると人間のように対話形式でやり取りが可能 になっておりコードの生成ですすすよねね例えばプロググラミングとか出力する情報は必ずししも正しくない場合があります、ね、この点は留意をしなければいけないものの、これ見てくださいよ。アメリカの司法試験であれば、合格するだけではなくて、チャット GPT3.5 からチャット GPT4 になった時、正当率が上位10%ぐらいにいるという、アメリカの司法試験のですね、かなりの高得点で合格するまでに、今、進化を遂げていると。学習パラメータを多くすることで、精度が上がるわけです。 このパラメーターというものはですね、プログラムの動作に影響を与えるデータで変数のことですと。このパラメータ数が多くなればなるほど精度が高くなると言われていると。さらに恐ろしいことはですね、まだまだ発展途上であり、今後もこのチャット GPT 含め AI というものは成長していくと。 チャット GPT の衝撃は製造業にもということで、例えばですよ、制御構築が半自動に、みたいな感じで、別国ですね。過去の動画でもこれをお伝えしているかと思いますが、別国というものはですね、IPC という PLC の上位に当たるような制御機器を販売していると。モーション等であればですね、先軸一気に時刻確定性を持って制御できると。これ Windows ベースで制御を構築していきますので、Windows ということは Microsoft になるわけですから、 このマイクロソフトがチャット GPT 支援していたわけで、Windows ベースでの制御構築の時にこのチャット GPT をアドオンですかね、実装してきたと。制御プログラムの自動生成ができると。変数の定数をコメントに書くことでプログラムをなんと半自動で生成してくれると。制御プログラムの最適化ということで、プログラムの場合分けなど、ケース分など短く論理的にまとめ直してくれると。さらに制御プログラムのリファクタリング等ができると。 つまりところですね、制御領域にチャット GPT が実装できて、ラダーを半分書いてくれるということであれば、おそらく未来ですよ。ここ1年、2年は分かりませんけど、3、4年後ですよ。ロボットのティーチングもさらに容易になる時代をこれ暗示してると言い換えていいと思います。ティーチング何かっていうと、まあこのような共同ロボットがあるとしますと、こぼったプロですね。位置情報を入力して、ここからここまで搬送してくださいね。じゃあ、そのティーチングはもうチャット GPT がやってくれるみたいなね。映画やってくれるみたいな時代が来る。 かもしれません位置情報を入力すれば制御を構築できるかもしれんと着地区ハンドによってこれは位置情報も変わってきますのでデジタルツインとの応用もできるのではないかと僕が想像できるくらいですから組み込むやつが出てきてもおかしくないわけですねいずれにしろ現場を変えていく可能性がもう秘められているとではこのチャット gpt の進化の歴史を追っていきたいと思います2018年に gpt 1が登場しまして gtp の凄さはラベル付与せず教師 ななし学習ででで回答できる点なんですねこれ何を言ってるかっていうと、例えば製造業のビジョン検査ということで、この画像をパシャって撮って、これ NG 品ですよ、良品ですよっていうことを今分けれるようになってるんですけど、例えばこのデータは OK ですとか、これは NG ですみたいなラベル付けが必要になってくるんですが、こういったものが必要ないわけですね。それが革新的だったと。では、この革新的な GPT でございますが、どのように進化していったか。まず GPT-1 でございますが、パラメータ数は1.2億パラメ ーー7000冊ぐらいのテキストデータを学習したと。続いて GPT2 ですね。翌年にこれリリースされまして、15億パラメーターでございます。しかしながら、今のようなですね、長文での回答は難しく、そこの精度はまだ難ありと。GPT3 になってきます。かなりですね、インフレが激しくなってきまして、いきなりですね、15億パラメーターから1750億パラメーターと、100倍の規模になってくると。事前学習モデルによって次に来る単語を確率的に並べてるんですね、この GPT。 GPT というの並べるだけでそれっぽい文章になるというような人間みたいになっちゃったっていう感じですね。さらに進化しまして22年11月 GPT3.5 になります。これが3550億パラメーターと。 3.5になると、今まではチャットベースで受け答えができなかったんですが、チャットをすると向こうがチャットで返してくると。要するに誰でも利用が可能になり、人間が、いや、この回答は間違ってるよ、みたいなフィードバックをすると、それも学習するようになってくると。さらに人間の力を使ってですね、この AI が進化していく時代になったと。翌年ですね、GPT-4 が出ますと、1.75兆パラメータになると。もうよう分からんと。さらに精度が向上し、アメリカの司法試験も楽々合格するレベル。 になってくると今後はチャット GPT5 の登場も噂されており、ドラゴンボールもですね、凌駕するインフレを起こしてるわけですね。 焦ったのはインターネットの王者、Google でございます。コードレットということで、もう Google 始まって以来ですね、これはやばいと。今まで皆さんね、インターネットで分からないことをね、検索するでしょその時、Google で検索するじゃないですか。もう今後はチャット GPT で検索するんじゃないか。そうなると、広告収益が悪化するんじゃないかっていうことで危機感を覚えまして、この Google の CEO ですね、ピチャイ CEO がですね、もうこれはまずいということで、コードレット。次なる大体になる可能性があるんじゃないのということですね。稼ぎ頭の広告 の時代が終わっちゃうんじゃないの。まあそんなことはなかったんですけども、黒いカンということで、Google を分けてられるかということで、バードリリースされると、Google 版対話型 AI をリリースするも、バート出ましたみたいな感じで発表しました。その発表会でこのようなことに対してどう回答するかっていうそのデモをしたんですね。で、その一部回答が誤りであったため、なんだよ、Google のバード全然いけてねえじゃねえか。もう Google 終わったっていうことで、約ですね、1000億ドル今。 今の日本円に換算するとですね、14兆円ぐらいのですね、時価総額をぶっ飛ばすと。 ま、その後ですね、40言語に対応するなどサービスを拡張していきまして、株価も戻していると。AI 開発は激化の模様を呈していると。既存 AI の活用範囲をまさに塗り替えたのは、このチャット GPT というのは間違いないと。皆さんなかなかね、恩恵を受けてるのみたいなイメージがあるかもしれませんが、すでに実際のビジネスで活用されているわけですね。知らないうちに広がる AI 活用ということで、例えば僕の出身の母体ですね、パナソニックコネクトは、社内利用環境を 備えて誰でででも利用ができるみたいな感じですねマニュアルの自動化ということで、ウィキワークスさんコラボさせていただいたんですが、これもですね、同じように社内情報をもとにカタログベースを作成するですとか、どういった保守メンテが必要になるか、みたいなこともチャット g p t の活用でアドバイスしてくれる。実は知らぬ間に恩恵を我々受け始めているわけですね。 話を戻しまして、OpenAI の創業者でもあるイーロンマスクですよ。テスラを作ったあのイーロンマスクは、なんとこの OpenAI 社にもいたと。AI がですね、危険なんじゃないのっていうことで待ったをかけたわけですね。このように、一人は、まあ、日本にも来日されましたサム・アルトマンですね。プラス、まあ、イーロンマスクらと OpenAI をサンフランシスコに設立しました。真相は不明だが、その後社内闘争に概要としては、このままだと Google 負けるんじゃないか、俺がもう全権になってですね、OpenAI を Google 出し抜いてやるみたいなことをイロンマスクが言ったそうですが社内の猛烈な反対にありこのオープン AI 社を去ると AI 研究を6ヶ月停止を要請するも自分はですねオープン AI の学習に必要な GPU1 万台を買いあさってですねさらに AI の新会社を設立するということで開発するんじゃねえとか言っときながらですね自分で GPU を囲い込んでですねマスクのいいような AI 会社を作ろうとしてるとなんて卑劣なやつだとうげーこそくーということで太郎 視聴者はびっくりドンキーじゃなくてびっくりドンビキですね。 いやもうイーロンマスクってなんかすげえやつっていう風なイメージがあるんですけど、こういった泥臭い政治力も持ち合わせていると。ということで、話題沸騰の AI でございますが、AI 生成には不可欠なものがあるんですね。GPU という言葉が出てきた通り、そうなんです。半導体なんですよ。この半導体がないと AI、それョン提供できないと。AI の躍進の裏に半導体の躍進ありと。GPU でトップを走る NVIDIA の超躍でございます。まさに株価は超 約ししてておりましてすごいですね。めちゃくちゃすごい勢いで、ま、最新はもっともっと跳ね上がってると。半導体企業として初めての1兆ドルです。これどのくらいすごいかというと、トヨタが40兆円ぐらいの時価総額でございますので、ま、NVIDIA はその3中に、ま、3倍以上あるわけですね。過去の王者、インテルでございますが、ああ、もう NVIDIA とは対照的でございまして、ヒよーンって感じですね。ちなみに、インテル終わりだろもう無理だろっていうことは、一回動画にしてるんで、その動画もね、僕予想してるんで、 まさに見事的中ということで、ぜひそちらの動画も見ていただければ幸いでございますと。ね、インテルからも仕事もらってんの、こんなことを言ったら怒られちゃうね。 このように AI のトレーニングには GPU が不可欠でございます。NVIDIA の GPU が抜きに出ており、需要が急増してると。まあ AMD もここに追従しているんですが、差があるという指摘が多いわけですね。それ何かというと、CUDA 等ですね、ソフトウェアですね、インターフェースになるソフトウェアを、もう使いやすいようなソフトウェアを NVIDIA が持ってたりするんで、こういったソフトウェア面でも AMD をリードしてるよねっていう話が見られると。ということで、過去、昔からですね、この OpenAI AI 社に投投資資ををししししててですね応援してきたたは追加の投資を表明しましたその額100億ドルということで、1兆円以上ですね。これどのくらいでかいかというと、日本の経産省の年間の補正予算抜いた予算でございますが、約1兆円なんですね。その1兆円をはるかに溶化する額をですね、このオープン AI 社にさらに出資すると。マイクロソフトチャット GPT のオープン AI に複数年で100億ドルを投資すると。もちろん、このマイクロソフトというのはみんな使ってる Windows ですね。 ですよ様々なコラボを展開しておりマイクロソフト社は非常にアグレッシブな点が伺い知れるとつまるところですね今このマイクロソフトですよ 今まで時価総額ではかなり復活してきましたけども、今は投資せずにいつ投資するんだと。これはビッグディールだもともと2019年には先ほどお伝えした通り、まあ、1100億円程度を出資していたが、今回はですね、AI トレーニング用のスパコンも開発していると。このマイクロソフト社曰くですよ、AI トレーニング用の性能は世界なんと5市に入ると。上位5個に入るぐらいのスパコン。でもその性能は開示しないということで、不学ぐらいの性能を持ってるかもしれないんですね。ここに使われているですね、 cpu 数は28万5000機さらに gpu も1万機が必要とされておりまして建築費用は数億ドルよりも大きいということで数十億ドルの場合はですね1000億円以上という感じですね ai をめぐって半導体投資がもう加熱していることがうくがいしいるとでは実際にどのくらい半導体 gpu に対して投資をしているのか gpu の取り合いが起こ てとと言っていいと思い思ますこれですよ。今、NVIDIA が最新のですね、法人向け AI のトレーニング用に開発した GPU、NVIDIA H100 というものでございます。こちら1台のお値段がですね、はい。え吉川ちゃん、おいくらだと思いますかこの半導体ですよ。1台。500万円。あ、素晴らしい。なんとぴったり500万円でございますと。当てやがったみたいな感じですね。 しかもですね、この GPU とものは1個で使わず、まあ基本的に8個一緒に使うと。8個一緒になったもの、この DGX-H100 お値段なんと6600万円と。すごいでしょ一件やりも効果になっております。じゃあ GPT-4。これ何個使われているかというと、1万個から2万5千個ですよ。さらにメタ社でございますが2万1 0 0 0台積み込んでおります。テスラでございますが7 0 0 0台ですね。さらにスタビリティ AI ということで、映像なんかもね、自動で生成してくれるようなサービス展開して ますがこここはは5000台台台さららにマイクロソフト社は1万万から最大4万台でございますこの4万台かける5 0 0万を単純計算すると低下で2000億円以上の投資が必要になってくるわけですね。しかも発行セットだともっと高いわけですから2000億円3000億円は半導体だけしっかり実装された状態で納品されると思いますがそれだけ投資をしてると。なので100億ドル投資するというものはあながち大逆に ではないわけですねさらに大規模言語モデルをですね進化させるためにはオープン ai 次のオープン ai では5万台必要と言われているわけですよすごいと h 100は過去の半導体を凌駕するためこれでもコスパに優れるというふうに皆さん口を揃えて言うわけですね確かこれが a 100だったかなと h 100ということで全然トレーニングの速度が違うわけですねここに nvidia の株価上昇が秘められているとしかもこの h 100ですよ粗利が90 50% 450言われてててるるんんででですすすよ450万円は利益になっっね感じですけどもこういうものがビジネスなんですよ。うちしか作れません。じゃあ、安い GPU いっぱい買えばいいでしょってなると、今度電気代の問題が出てきたりするわけですね。特にですね、米国のビジネスモデルの商社は、もう総取りすると。 クラウドでも AWS とか、検索では Google みたいな。デファクトスタンダードを握っちゃうわけですね。なので、この AI でも熾烈な争いしてるんですけど、どこかが、要するに上位層が絞られるまで、一社が勝つまでこの争いは続くと。 つまり、AI 半導体投射、引き続き加熱になっていることがもう確定していると。しかも、半導体の進化がある限り、これが起こってくるわけですね。今後の半導体の戦いは、まさに演算量の総量をかけたものになると言われているわけですね。この演算量、つまりところ、計算量こそがパワーになると。では、将来ですよ。演算能力が一体全体どの程度必要なのか。半分な演算能力が必要になっております。ちょっとね、びっくりとか落ち着きましょう。ええ 経産省が資料を出してますと。2018年比で30年には、計算量はグローバルで70倍になると。70倍です。70倍。 指数関数的に増加が予想されており、このような使用電力めちゃめちゃ食うって言ったんですけども、30年にはですね、15.8倍になると言われてます、サーバーで。使うのが。電力は大きなボトルネックになる可能性でございまして、論文ね、いろいろネットに出てると思いますけども、将来はこのサーバーを持たせるためにはもう電気が足らんということが試算されてるほど、この計算量の争奪戦になって、もう総合的な格闘技になってると。さらに情報のやり取りですね、トラフィック。皆さん動画見るじゃないですか。YouTube とかネットネット。 クリックで見ると思うんですけどああいう動画をやり取りするとこのトラフィック量が増えるわけですけども2030年には18年比30倍でございますさらに20年後ですよ4000倍もトラフィックが増えるとはみたいな感じですねもうよくわからない 大量のデータを処理することが国のタスクに表現されてるわけですね。日本もこの演算量取っていかないと負けるぞと。ビジネスで負けるぞと。しかし、GAFA がですね、投資するような GPU の投資、日本政府はできないわけですね。だって、マイクロソフトは計算賞以上の投資をしてくるわけですから、そんなお金どうやってねっすんねんって話ですよ。演算争奪戦にやイコール半導体争奪戦開発になってるわけですね。ということで半導体ですよ。そこで、じゃあ、どこが盛り上がってんのって ?AI なんとなく盛り上がってるの分かったんだけども、 そこでどういった半導体が使われるんですかわかりません。ある半導体製造装置を追えば、実は投資動向がわかるんです。どこかというと、パッケージで最も、最も先頭を走る東和でございますと。ああアピック山田さん僕に仕事を依頼すればよかったのにね、残念でした。はい、ということでアピック山田東和のライバルになっております。<laughs> 半導体があれば、パッケージがある。 パッケージとは何ぞやと。すべての半導体の6割は、なんと、東和のパッケージ装置によって生産されていると。つまりのところ、この東和というのは日本の会社でございますから、日本の隠れた世界にナンバーワン企業になっております。東和がいないと世界の半導体は作れません。残念でした。これ見てくださいね。この青いのが東和さんのシェアでございます。見てこれと。圧倒的シェアと。 もちろん、技術も最先端でございます。そもそもパッケージとは何かと、ここも準備させていただきました。半導体はチップのみでは動かないわけですね。パッケージによって基盤に接続されております。こういうふうに皆さん使いの iPhone ですよ。こうね、基盤が乗ってると。で、ここをね、え、バイオニックだか。わかりません、ね。14だったか15かはもう忘れてましたけど、最新のものは。これはですね、ウェハーね、半導体加工されたウェハーからチップを切り出して、こういったチップなんですけども、本体はパッケージされて実装。 されてると。てか、なりえ、こういったパッケージを引っ張り剥がすみたいなことを専業にされてる企業の社長とも僕お会いしたことがあるんですけども、まあ、いろんなパッケージがされとるわけですね。パッケージの種類はたくさんございますと。なぜじゃあパッケージするんですかって皆さんそこを疑問に思うかもしれませんが、パッケージする理由は結構いろいろあると。まずはですね、実装の容易性ということで、この PCB、PCB ってこういう基板に部品がね、もう1000個ぐらい置かれてるわけで、で基板がよく見えないんですけども、基板の上にこの部品をバー 実装していくわけですねその時 IC チップを吸着するときこういう風にパッケージされてると吸着しやすいんですね。さらに外傷からの保護がございますね。PCB への電気的接続を果たす。 当の役割がございます半導体には必要不可欠な要素になってパッケージされてない半導体はございませんとこのパッケージは半導体の後工程と言われておりますこの後工程で半導体さらに牽引すると AI ブームでパッケージの重要性はさらに増すわけですね現在の半導体は2つの革新によって ゴゴリリめられているわけでございますがその2つのつ革新とは何かそうです。皆さん一つよく知ってますね。これインテルのロードマップでございます。既存の微細化をもう細かく半導体を作ると。もうそこを追い求める確信。そうです。モアムーアと。 トランジェスタをとにかく小さく小さく生成する競争がモアムーバでもう A はじゃなくてモアムーアでございますで。もう一つ何かっていうとこれですね。AMD の会長、社長だったかな、リサスーでございます。ちなみに NVIDIA の社長はジョンスン・ファンさんでございまして、ジョンスン・ファンさんはこのリサスーのおじさんに当たるわけですね。台湾人でございます。なんと台湾人同士がですね、まあアメリカの企業なんですけども、GPU の二大巨頭の社長になってると、台湾強しという感じでございますが、このリサスーさんが持ってるこのハンドウ 状態は拡大するとこんな感じで、なんとパッ。 されてるとパッケージ技術によって性能を革新すると、これが、モア・ザン・ムーアと。ムーアよりももっといけると。近年までパッケージやイノベーション余地が少ないと思われておりましてですね、知能・交渉パッケージとか言われてたわけですね。しかし今このパッケージが大体大注目になってるわけでございます。たかがパッケージだったはず、何が一体全体違うのかと。その技術動向の前に、パッケージの製造方法を実物を持っておさらいさせていただきましょう。 これ東和さんのパッケージの装置でございますねまあ至って地味でございます至って地味こ <laughs> この装置にこういった金型が入っているわけですねでこの金型どういう風になってるかっていうとここに樹脂を注入してここにチップがあるわけでこの樹脂を行き渡らせると樹脂金型で成形を行うとそうするとこの丸部分から樹脂をこう注入して行き渡らせると。 そこで、東亜さんの革新性が過去あったのが、この1個からブチューって入れると全体に行き渡るのが非常に難しいわけですね。こういうふうに奥まで、ここから入れて、この奥まで入れていくの難しいと。ということで、東和さん、このように穴を増やしました。樹脂を粉乳するところですね。こんな感じです。こういうふうに。 樹脂を入れる穴を大きくしまして、こうすると品質がだいぶ安定するということに気がつきまして、このパッケージを確信したと。当亜の確信性は樹脂の入り口を増やしたわけですね。たかが穴の数ですよ。増やせえやんかと。 言われるわけですけども、それを、されど穴の数ここで最初に気づいたということが大きいわけですね。はい、ということで、工程でございます。こういうふうにね、半導体チップが乗ってます。で、上型と下型があるわけですね。で、こういうふうにガチャコーンってしまして、その後、真空武器ということで、樹脂がうまく入るように、そこ、ここのところを真空にしてあげますね。で、樹脂を注入していくと。その注入する樹脂も、実はサンプル、届いておりまして、せっかくなので今日皆さんにね、お見せしようと思います。こういったものになってる。 樹脂ですね。ちょっとピントが合いませんけど、今ロックしてるんで。これをここから注入してですね、この型にも注入しまして、高圧キュアしていくと。このようにして見慣れた反対になっていくわけでございます。 皆様ですね、パッケージと一言で言っても、本当に様々な種類があるんですね。なので、東亜さんの装置で作れるですね、パッケージの種類を、ここで皆さんにね、紹介させていただこうと思います。まあ、パッケージを見れば、あ、そうなってんだっていうことで、理解できると思うんですね。まずですね、マルチプランジャーシステムということで、このようなものですね。これ、ありましたね。はい。続いて、BGA ですね。これ見ていただくとわかると思うんです。これ、見てください。こんなにびっちり、はい。パッケージされてるでしょう。これは、ダイシングした後ですね。 ほら、切れてるでしょこれ全部 BGA ですよこっちもね、ほら、こんな感じで、すごいでしょで、この BGA 今お見せしたと思うんですけど、ここでですね、ペイントがブレましてですね、ピントがブレてるのに、そのまま撮り続けまして、編集の段階で気づいてですね、今、服が違うと。ウェアレベルパッケージということで、もうこれかわ過去にもね、説明してたりするわけですけど、こんな感じ。ね、サンプルですから、これ手で触っていいわけですけど、後ろ、ほら。 鏡みたいな綺麗でしょ、ウェハー。こんな感じでございます。その他にも、ダイシングされる前ですね、こんな感じで、ここに対して、グラインダーでバヤービャーって切っていくわけですね。ということであると。LED ですよ。とか ECU ね。こういう風に、LED なんかね。こういうようなパッケージもできるし、まあ今、車載関係盛り上がってますけども、こんな感じでね、ヒートシンクがついた状態でもパッケージができると。こういった様々なパッケージをすべて、東和の装置で製造が 可能になっております。では、AI の半導体が盛り上がってますけども、パッケージの革新とは一体何でしょうかなぜパッケージを革新すると、半導体もはザムーアということで、ムーアのより向こうに行けるかっていうことなんですが、論理は非常に簡単でございます。パッケージの革新前は、基盤にそれぞれね、パッケージされたチップが別々に実装されておりました。しかしながら、パッケージを革新した後ですよ。CPU とメモリーをワンパッケージの中に、 埋め込むこととができると半導体がパッケージ内で通信できるとしかしこっちは離れてるわけですから基板を伝って。 で、この処理をやり取りしないといけないと。こっちの方が処理速度が高速になるに決まってるわけなんですね。ということで、TSMC が出してるコア数であればですね、様々な半導体のチップですよね。DRAM があったりとか、まあ、CPU とか GPU があるわけですけども、これがワンパッケージになってると。レゾナックさんの研究施設でですね、これ撮影させていただいたんですけども、レゾナックという企業はですね、このパッケージに対する様々な先端の材料を扱ってるんですね。同様な材質が がいいのかっていうのを研究されているわけですね。もう非常に基板としては大きくなって、いろんなチップが載っていると、まあ、ある処理に特化が可能であると。 NVIDIA も同様にですね、この CORS を使っていろいろなチップを載せてるわけですね。TSMC が CORS と出しておりまして、例えばインテルとかサムスンもいろんなコンセプト打ち出してるんですが、最新のパッケージ技術というものはほぼ9割型 TSMC が独占してるというふうに言われております。そしてまあ自らやっていこうというような感じですね。ちなみに ASE がパッケージをね、TSMC から受託するみたいな記事も出てますけども、もう最先端オブ最先端はほぼ TSMC がやってると。ではこういった最新の パッケージの技術難難度じゃあどここががしいいかってことでございますが簡単です。樹脂は生ものということでございます。例えばですね、このインターポーザでございますよ。インターポーザというものは、チップ同士を繋げるウェハーでできた基板でございますが、半導体回路がこのように微細になっていくと、このインターポーザ基板の同配線なんかをものすごく小さく作らないといけないと。 では、どのくらい将来小さくなるかと。これもレゾナックさんですね。1.5ミクロンメートルのラインスペースですよ。1ミクロンが1ミリの1000分の1ですから、あの1ミリの1000分の1の線を同配線で作って、 やばいでしょ。このジョイント2ということで日本のコンソーシアムでございますが、じゃあこの狭いですね、ラインスペースを作るにはどういった材料が向いてるのかってコンソーシアム作って日々革新をやってると。ハンドダーチップを含め全てのものが小さいということで、かつ小さいのは分かったんですが、こういう風うにウェハーレベルのパッケージもどん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 大きくなると。なぜかというと、AI 半導体というものはいろんなチップが乗ってるわけですから、そのチップ自体がものすごく多くなるわけですね。なのでこれを、例えばウェハーから でっかいのを取ろうとすると効率が悪いわけです。そこで、見てください、この東和さん。こんなパッケージもできると。すごいでしょこんな大判のパッケージと。 大盤で作ればですね。あ、横っこいしようと。たくさんパッケージが作れると。しかし、大盤になればなるほど、樹脂を行き渡らせるっていうのは非常に難しいんですね。こういうふうにチップがたくさん乗ってると。しかも、横にも乗ってるわけですから、樹脂染み込ませると、この実装されてるチップがですね、横にずれたりすると。チップがばらけないコンプレッション技術がこれ必要になってくると。で、ここですよ。遠間がすごいのは、まずは、このコンプレッション技術ですね、今、動画出てるかもしれませんが、非常に精密な制御が必要なんです、ね。 そして、超精密な金型技術が必要でございまして、めちゃめちゃですね、精度のいい金型を、ミクロン台とかサブミクロン台の金型を作っていくと。で、加工技術がニアリーイコール必要なんですが、なんとですね、東和さんの工場へ行くと、このように工作機械に東和と書かれている、特別チューンされた工作機械がずらーっと並んでるわけですね。プラス、もう一つすごいのが、加工技術だけではなくて、工具もなんと自社で開発して、販売をしてるんですね。 サンプルいただいてます。このような工具ですよ。はい。日清工具なんかが強敵になると思いますので、ハンド大会は日清工具さんスポーツはお願いしてるんですけども、競合ということで僕今回打診できませんでしたと。ということで、こういった超精密な工具も作ってるわけですね。つまり、このような複合した技術を持っていると、一つの技術だけじゃなくて、いろんな技術を持っていてそれをすり合わせると。だから競合はここに追いついてこれないと。 ご理解の通り、東和は各技術を統合すり合わせできると。複合技術で全ての半導体業界にこのパッケージの成形機を装置をですね、販売しているので、最新とか投資がチップをものすごく量産していくよっていうことであれば、このパッケージが必ず必要になってきますので、このパッケージを追えば投資動向がわかります。 まずですね、このデカップリング米中の貿易摩擦がありましたが、それどう影響しているかと。中国で製造していたもの、特に最先端のものですね、パッケージを含めて中国以外で製造するようになってきていると。特に先端半導体を一気に引き上げておりまして、 パッケージをマレーシアですとか、一部をフィリピンに移管していると。そこでですね、投資がものすごく多くなっている企業があります。どこかというと、テキサツインスルメンツでございますと。はい。もう大投資と。これなんで大投資するかっていうと、今半導体不況でございますが、この時に一気に投資をして、次半導体が盛り上がる時に、一気に市場を制圧してやろうと。世界のアナログ半導体ですね、ディスクリートの半導体でございまして、IC 等が載ってる場 ですね。こういったディスクリートの半導体チップが10個ぐらい必要になってくるんですねなのでまずこのディスクリートから投資が始まるわけでございますがもう日本でも東芝とか三菱さんがねロームさんが作ってると思うんですがもうそういった投資とはもう比べ物にならんと工場拡張新設を断行しておりますその他にもこの欧州ですよチップスアクト法が成立しまして助成金が今後大きく動いていくということでどこにヨーロッパは注力しているかどこの投資が活発になってるかコンチネンタル ST インンフィニオンそうです。この3社といえば、パワー半導体でございます。東芝の回でも、パワー半導体まとめさせていただきまして、東芝も大投資を行うということを発表させていただきましたが、なんと日本の投資を量駕する。じゃあ、どのくらいの投資が動いてるか。特にモジュール化と言われるですね、パワー半導体が6個とか3の倍数とか乗ってるわけです。そういったものをワンパッケージにしてると、そこが活発化してると。高付加価値になりますよと。24年度は、装置関連投資が1 0 1 一丁五千億円ぐらいですよね。ほぼパワーハンド体でございますので、日本政府もね、ここ助成してますけども、そことはちょっと桁が一つ違うよなっていうぐらい投資すると。23年が50億ドルであることから倍程度になっていると。ちなみに、この後工程の投資も含めると、プラス20%ぐらいでございますので、約120億ドルぐらいですね。一兆八千億とか、まあ二兆に迫るような装置だけの投資が動いていると。まあいずれにしろですね、アナログパワーハンド 動体はもう大規模投資がるででいるわけですね一方の中国もですね、大投資が始まってまして、なぜかというと、米国とか欧州からいじめられてるわけじゃないですか。で、いじめられてる自国、中国というメーカー一団となって、中国で作ったるわということで、自分たちだけで製造するきっかけになってると。現在不景気と言われているが、中国ね、恒大が破綻とかね、カントリーガーデンがやばいとか、いう状況が出てて、中国もうだ終わりだよみたいな意見もあるわけですけども、 そうですけど、日本のバブルの時も産業は動いてたわけですから。投資は引き続き行われるわけですね。スマホとか PC ですよね。世界最大の EMS 製造機っまあインドに移管するっていうお話もありますけども、こういった EMS 拠点があるっていうことは、D ラムとか何度も自国生産へ切り替えていくと。これがデカップリングによって白車になってるという風に言われてますし、メモリーですね。何度のメモリーであれば、超高メモリーですとか、XMTC ですとか、まあ D ラムであれば CXMT です。 他のメモリー業界っていうものはですねもう冬になってまして、例えばキオクシアとかマイクロンとかサムスンなんかも赤字転落みたいな話もあった通りですねもう全然投資が動いてないんですけども中国だけは動いてるとさらに中国といえばパワー半導体も性能が上がっていると例えば BYD というバッテリー EV に乗ってるですねパワー半導体の性能はかなり高まってるみたいな話も出てるわけですね製造会社だけでもパワー半導体は30社以上ありますのでここからの引き合いも非常に強くなっ と先端各社がバーっと設備を引き上げて中国以外に割り振ってるわけですけどもまあ自力の分ですね中国というメーカーそのものはもう自分で作らないといけないし大きな市場もあるということで投資が非常に活発化していると ai 関係がやはり活況であると tsmc も仕事が満杯で来年までもうめっちゃ仕事あるでみたいな感じですねお伝えしている通り nvidia はもちろんそうなんですけども実はですねこの n v i d i a の gpu には必要なメモリーがあるんですね なんだとハイバンドウィッシュメモリーという HBM というメモリーが必要でございまして、このコアースをね、三次元的に変えたようなものでも、ここに HBMD などと書かれてるわけですよ。まさにここです。これが必要になってくると。付加価値の高いパッケージは TSMC 自社内で行う動きも活発化しておりますが、先ほどお伝えした通り、この HBM というメモリーはですね、インターポーザ専用の規格であり、コストが高いんですね。インターポーザというものはこの基盤でございますので、ワンパッケージ専用の ににななっっっててててているるるメメモリーととと製造ははインとし SK ががけ負っておりますすのののでここの投資がものすごく動いてるぞとちなみに、SK で作った D ラムをですね、TSMC に出荷して、その TSMC がワンパッケージに収めている。そういったサプライチェーンになっているはずです。マイクロンとかサムスンですね。もちろん、SK だけだとこのメモリーが足らないというお話になってますから、マイクロンとかサムスンもやれというふうに言われてますが、なかなかこれ難しい。なぜかっていうと、 コストが高いし、技術難易度も高いと。市場の大きさで言うとですね、D ラム全体のまあ5%ぐらいというふうに言われてますが、年で30%成長していくというふうに言われてるわけですね。まず、その技術難易度の話に戻りますが、なぜ難しいのか。TSV というですね、貫通穴が開いてるわけなんですね。この TSV という貫通穴はこのくらい、12キロンぐらいの大きさの穴でございます。一方ですね、この D ラムの線幅というものはですね、20ナノメートル、ナノオーダーで TSV はでですすねねこのの幅ととと比比べるる、ね、数百倍ぐらいいアスペクト比になっているとさらに TSV 部分は回路を入れることができませんのでそこを避けて回路を描かないといけないと。まあスペースとしても20%ぐらい多くなるよっていうふうに言われてますよね。その D ラム自体がですね、大きくなると。さらに TSV の穴の中は抵抗値が高く、動脈器を行き渡らせることが非常に難しいと。これ何が難しいかっていうと、こういうふうにここを拡大するとですね、ここがシリコンになってまして、 絶縁膜、銅の被膜があると、銅配線があるということになってますが、例えば、この絶縁膜を作る方式というものが CVT で、まあ、化学反応を起こして、こういう風に被膜を形成すると。しかしながら、この CVT 方式というものはですね、通常上から下方向なんですね。しかし、これは、 側面に対して、この被膜を、しかもものすごく狭い穴ですよ。そこに対して、まず、絶縁被膜を作らないといけないわけですよ。ということで、マジで難しいと。ここがマジで難しい。さらに、銅メッキですね。細いところに銅メッキをですね、成長させないといけないので、これも非常に難しいわけですね。もう一つあります。そうです。今回は、東和さんプレゼンスでございますので、この樹脂成型ですよ。ここの部分ですね、ちょっと細かいですけども、小ピッチのバンプですよ。例えば、この上がですね、マイクロバンプと呼ばれる 15ミクロンぐらいのバンプでこれ下が c4 バンプなんですけども、これ30ミクロンなんですね。ここにぐぐっとですね。樹脂を入れ込まないといけないと、これが非常に難しいです。隙間を樹脂で埋めてパッケージを成形していくと、細部に樹脂を浸透させる必要があるんですが、これ実は糖はなら可能であると。 材料も日本製でございます。そして HBM のコンプレッションはですね、ほぼ100%東和さんが視野ア握ってるということで、東和強しっていう感じですね。東和の技術でぶどまり7割から99.99% 99になったというふうに言われてます。じゃあ何がこの東和いいのか。昔はですね、充電方式でやってたんですが、これポチャ付け方式に変えたと。こういうふうに先ほど説明した通り、ここから樹脂を充填してあげるっていう方式だったんですが、これ見てください。こういうふうに 樹脂がそもそもあるところでチップをポチャッ、ポチャってつけると。もうやり方を変えたんですが、これ世界初でしかも特許を持ってるし、もう一ついいことがあって、このポチャ付け方式にすることによって、副産物として、このアンダーフィルという工程も集約したんですね。アンダーフィルも一緒にできちゃうよっていうことになりましたと。これが東和の強さでございます。 半導体の投資に関しては明暗が分かれております。投資が格好なところとそうでないところがありまして、一つはデカップリングの影響で後工程ですね。中国にあったものをどん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 東南アジアに行って ててると一方中国国は自国生産を促すすになっっ大投資が始まってますで、カップリングするならメモリーと自国で生産してやんよという感じでございます。スマホとか PC は飽和状態でございますと。iPhone15 も投資動向を見てるとそこまで売れるのかなっていう感じらしいです。で、PC はコロナ特需明けでございますね。在庫調整がまだまだ終わらんと。じゃまだまだ終わらんですけど、PC はね、出荷必ずありますから、受注が少ないということでございます。D ラムは冬明けるかな来年かな っていう感じですね。続いてパワー半導体でございます。もう日本もマジで活況でございます。投資場行って工場を見てきまして。今、そのブルドーザーでガガガガってやってるわけですから。しかしながら世界はそれ以上と。特にヨーロッパでコンチネンタル ST インフィニオン等ですね。日本をしのぐ投資が今巻き起こってると。で、最後はこのチャット GPT の出現で盛り上がる AI 半導体でございます。NVIDIA を筆頭にそこにつながる HBMD ラムですね。特に SK と。 もうメインで受け寄ったり、まあ三世マイクロンも後追いして、TSMC にお前らも作れと、需要がいっぱい作っても作ってもタロンと言われてるということでございます。コアースは来年までいっぱいであり、かきょりがうかがえると。ということで、沸騰する AI 半導体、次の成長半導体は何だということでございますね。情報処理、争奪戦になっておりますから、引き続きこの AI が盛り上がっていくと。 AI の加熱ぶりはいつまで続くのかと。演算争奪戦はつまり、半導体争奪戦になっていると。TSMC の範囲はますます続きますなということですね。そして最後ですよ。東和さんありがとうございます。そして NVIDIA さん、仕事お待ちしてますと。テキサインスピレントさんも仕事お待ちしてますということですね。もう NVIDIA から僕お金もらっていいぐらいですね。これ、訴求をさせていただいたかなっていう感じですね。はい。 ということで、このようにですね、今回は半導体会でございました。僕、セムコンアンバサダーもセミからですね、賜っております。セミコン盛り上げだということで、半導体も引き続き動画にしていきますし、工作会とか自動車、FA、まあ制御関連も動画にしております。製造業に関連がある人はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして少しでも刺激になった方は、いいねマークを押していただけると励みになります。最後になりますが、次回の前にスポンサー動画でございます。どうぞ次回はですね、 電池会になっております。ね、ツイッターで色々ツイートしてますが、ポストって言えばいいのかな電池ね、ここも非常に活発になっておりまして、タイに行った時ですね、経産省の人もおりまして、同行させていただいて、太郎さん、ぜひ今度は電池盛り上げてくださいっていうことを言われましたから、電池もね、やっていきたいと思います。ということで、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でございました。 じゃあねっち、バイバーイ吉川ちゃんの一言本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。東和は半導体モールディング装置世界ナンバーワン企業ですので気になる方は概要欄をチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。